あ、こんにちは。どうも。おつみほ。ギリ5時にスタートできたかな。5時1分な気もするが。こんにちは。やっほー。おつみほでーす。今日めっちゃ髪の毛も髪もバチバチ、バチバチみほ。ただイヤリングがちょっと合うのがなくてつけてないんだが、そう編み込みハーフアップ、今日はちょっとロケだったので可愛い髪になっておる。こんにちは、こんばんは。クラスネットか、パパパ、メールで髪の毛可愛すぎると思ったとこ。やったーやったやったー。お、17時からなってる、よかった。そう、今日は編み込みハーフアップのウェーブ巻きにしてもらった。今日のロケは結構短い。まだこの時間。なんか2、3時ぐらいに終わったから、2時ぐらいかな ?2時半ぐらいかなに終わるやつだったから、今日は巻いちゃおうと思って巻いてもらった。ウェーブ巻きでした。ゆき、こんばんは。そう、巻き巻きです。やほほのほ。やほほのほ。ライト強めたら強いかな。強いな。いい感じですか？いい感じ、いい感じ。しかもこの服のボタンもめっちゃ可愛いじゃん。これを着たくて。でもこれさ、半袖だけど、まだいける半袖だじゃない？今日もまだ着ていい半袖じゃない？ギリなんかちょっと長めの半袖だし、ジーンズ生地みたいな感じのやつやから、ちょっとまだいけるかと思って。そうロケはね、まあなんかちょっと分かりそうだけど、ロケにいたメンツ、そうお楽しみに。最近ロケ多くて楽しい、めっちゃ。なんて書こうかな。まだ半袖いけるって書いとこう。よし。何度目かの初見です。それ初見じゃない。イヤホー。パパパ。で、ロケでめちゃくちゃ食べたので、ちょっと今黒ウーロン茶ですっきりさせてます。これパシがくれた。ここにオサムグッドがいる。黒ウーロン茶がめちゃくちゃ美味しく感じるんだけど、本当にめっちゃ食べて、もうさっきまでお腹がバンパンパンを超えてバンバンって感じだったんですけど、あのちょっと収まりました。あ、黒ウーロン茶飲めばカロリーゼロになる。しかもこれなんかいいやつ、なんかほら見て、脂肪のなんちゃらかんちゃらって書いてある。これ家に箱買い、普通に味が好きで箱買いしてるんですけど、良いよ。なんかキツキツの服着ていかなくてよかったなって思いました。竹松さん、かわいい、ありがとう。ちゃ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 、効果がありますっていう感じですかね。ちゃ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 ん。ループした、治った。治った、同じ世界線に戻ってきた。ループしたかとかもわからんけん。マジお腹いっぱいになった、苦しい、まだふーって感じ、ふーふーって感じ。パちゃんからもらったこれもある、これもある。
なんだっけこれ、クッションか、クッションもおさむ、うんうんうん、ちゃっちゃっちゃんちゃっちゃんちゃちゃんちゃちゃん、めっちゃ広、画角すごっ、お腹いっぱいお腹いっぱい、昨日ねスペシャルサポーターありがとう、楽しかった、今日も楽しかった、お腹いっぱいです、お腹いっぱいで本当頭回らんぐらいお腹いっぱいなんですけど、ちゃんちゃんちゃ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 ん、パパ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 、チチチュルチュチュルチュチュ、フリーズしてる？フリーズしてるの？治った？フリーズ治った？イラつく Wi-Fi にムカつくお腹空いたの？私の今胃袋の中身を分けたいキモい言い方分けたい、分けたいぐらいにお腹いっぱいだよ、苦しいよ、イエーほえー、なんで電波意味わからん、悪い、なんで悪い、うーんイライラするくー、お腹いっぱい分けたら分けたで、その後た確かに確かに確かに、いやめっちゃお腹いっぱいだな、本当にそういうタイプだから、まあ、まだ今日は息できてるし喋れてるのでまだ大丈夫な方だなって感じなんですけど、チチ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 チ、待って、さっき送ったミポメールめっちゃ誤字しとるやん、題名から誤字してるわ、チチチチチチチのチチチチのチ、意外とイラチなイメージ、そういうのを言わん方がいいと、それに怒ると思う、イラチだったら、でもいいよ、今お腹いっぱいだからいいよお腹空いてたらうるせーって言ってる多分けど今お腹いっぱいだからもういいやって感じ可愛いですね、押してしまいそう、押しちゃえ、押せ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 、なんか違うねこれ、なんだっけこれ、サッカーのやつになっちゃった曲が、あれだ、俺だっけ、あれなんだっけ押してしまおう、押しそうなのは押してしまおう、ポー、田中のテンションめちゃくちゃ、いや満腹すぎてもおかしいもんね、めっちゃ楽しかったけどね、あのロケでね食べたんですよ、まあ何とかは言えないんですけど、ロケでね食べたのですごく満腹です、この田中が満腹だからやばいけどねなかなかやばいロケですけど、そう、まあロケの内容を楽しみにですね、まあ、ちょっと前に行ってたロケとかはちょっと瀬戸内あれとか、なんかちょっと私のいいね欄見たら分かっちゃうとかあるんですけど、それ以外にもなんかいろいろまだ出てない企画とかもありますので、お楽しみに、りねちゃんが朝から面白かったっていうんだっけ、そうだね、ねむねむにゃんことかにも便乗したりしましたしね、そう、今日りね調子良かったですね、工藤さんも調子良かったと思いますけれどもそう、にぎやかなメンバーでした、ほんと、タランタラララランタラララランタラン、すごい、肩幅がちょっと余るのか、これ袖が、
チューチューチュー。それめなんか最近ちょっと巻きが巻きにハマってるんですけど、ウェーブ巻きにハマってます。この最後が外巻きで終わるウェーブ巻きにハマってる。どうどうどう、みんなはどんな髪型が好きなの教えてけれ。自分の彼女がこういう髪型してたら可愛いなという妄想で教えてください教えてください。工藤さんは今日もテンションマックスでした。可愛かった。しかも服もめっちゃ可愛くって。今日好き、嬉しい。ウェーブ巻き、しかもこのメイクさん好きだから、編み込みも好きな編み込みだし、ウェーブも私の割に残ってるの巻きが好き巻き巻き、お嬉しい。じゃあ今日じゃん。他のみんなは今後の参考にしたいと思います。今後髪の毛決める日は何があるかな。明後日とかし明後日とかですね。何が好き髪。じゃん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 、よよよいしょ。今日から推しだ、やったー。田中がワンプク、なんかパワーワードっぽい確かになかなかないよ。めちゃくちゃお腹いっぱいです。まお茶が入るからまだいいんやけど、だって氷溶け始めた、やだ。全部ポンポコポーン落ちちゃってや。いた。黒ウーロン茶をたっぷりと飲んでいきたい。食べた日はめっちゃ水分を取るようにして、そのなんか塩分濃度とか糖分濃度とかをちょっと薄めていくっていうのが田中のやり方です。あと私これを開いて思い出したんですけど、七並べのお礼もしないといけません。ちょっと待っててください。あの今ね50位ぐらいまでね書いてるだけど、ちょっとまだ途中なんでした。もうああブラック落ちた。ちょっと後でしよう。ちょっと後で、あのまた明日ぐらいに書こうかと思います。もうこれ家帰ってきて、まだ家帰ってきて30分ぐらいしか経ってないけど、これ半分飲めた、嬉しい。これ何ミリリットル入ったのこれ。 1だ、1リットル入ってた。うま、顔立ちが前より大人になった、嬉しい。やった。メイクとか変わったんかな、前髪とか。今日すごいねメイクがね、朝7時とかにメイクやったけど綺麗に残っています。うまそう。お店とかでウーロン茶と黒ウーロン茶あったら黒ウーロン茶を絶対に頼む。田中さんはこれなんか支えになるものないかな、見えん、この高さがいいんだけど。オムラッコじゃ支えきれんかった。横向きオムラッコは無理かな。くきついきつい、頑張れオムラッコ。それとも後ろ向きオムラッコ、あ後ろ向きオムラッコだった感じ。くわーじゃんじゃららんじゃ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 ん。うん。あ、お腹いっぱい。みんなはまだ今からまだまだだと思うけど、夜ご飯って時間だと思うんですけど、田中さんはお腹いっぱいです。お腹がいっぱいだ。四国音楽祭に向けての準備もしないといけないのに。夜ご飯何作って食べればいい。今食べ物の想像がもう
って感じだけど、何かな、何がいいかね。不意にする顎置きポーズ、イエーイ。お腹いっぱい。まだ食べ物のことについて考えられない。そうね、大食いしとるとき楽しいんやけど、大食いっていうかいっぱい食べとるとき、食べた後のこの苦しい苦しいってなっております。空腹でスーパー行くと買いすぎてしまうから満腹でいい。そう、私もいつもそう。どんぐらい食べたんかな今日って。お腹が重し重し重し。調べてみるね、ちょっと参考程度に自分がどんぐらい食べたか。調べてみよう。ということは、1キロぐらい食べとるかも今日という日に。そんなことないかな。1キロぐらい食べとるかもしれん。怖くない？食べとる気がする。感覚的にないかなって言われた。あーどうかな。でもまだなんかね、喋れるから、そんななんかめっちゃ無理して食べてるわけじゃない今日は。だからまあそんな意外とってか、そんなとか言ってあれだけど感じかな。早くねこのロケがね公開されたら詳しく言えるんですけどね。まあわかん、まだちょっと言えないですけど。いつもロケをその日には言えないんですけど、楽しいロケをしてきましたわ。幸せですわ。ロケっていうとやっぱり何か食べるっていうのがあるよね、ロケって。それが嬉しいよ私は。もうロケって大抵そうじゃない。私は2回しか出れてないですけど、しかも本当に出れたっていうのは1回のこの前のちょびっとだけど、スチューデンツとかめっちゃ好きでした。スチューデンツ本当ならめちゃくちゃ食べるロケなんですよ。1日に結構何本も撮影するからめちゃめちゃ食べるロケなんですね。だからめっちゃ好きだったのにもうなくなっちゃうから悲しい。スチューデンツしかもやっと出れたってなったのにもう最後だった、それが。ああ辛い。朝寒すぎて長袖、でも今日他のメンバーも長袖の子が多かったから、やばい私だけ浮くって思ったけど、まあ半袖の子もいたんでまあ大丈夫だったんだけど、あとまあそんなめっちゃ夏って感じの半袖じゃないからまあよかったんやけど、これ買っとったのにずっと着てなくって、いつ着ようかなとか思ってたらもう涼しくなってきちゃって汗汗したんですけど、まだいけた。これこの格好で30分歩いたらちょうどよかったです。さっきちょっと本来なら車移動のところを歩いたんですね。30分ぐらい、40分はないぐらいだけど30分以上歩いたんですよ。だから今日も歩数が結構稼げてる、嬉しい。ちゃんちゃん、食べた分動きたいなと思って
ょっと動いていた一応動いておいた。トゥ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 。この服可愛いのにずっと温めといたの、もったいないから。そうめっちゃ可愛いのよ本当に。これねウエストもキュッてなってるワンピースですね。こんな感じでですね、ミニワンピになっていましてですね、肩がキュンってなってて、そうで二の腕がちょうど隠れるこの袖の丈すごく可愛いんです。そしてここのボタン見てください。皆さんなんかお花みたいな、ここにもついてるんですけど、どこだ、ここか、可愛いんですよ。襟も可愛いし可愛いんですよ。これに今日はお姉ちゃんからもらったブレスレットと親戚のおじさんからもらった時計、パパママからもらったネックレスとかね、イヤリングも何が合うかなと思って見たけど、あんまちょっと合うのなかってつけれんけんかった。まあ髪飾りつけとけんいいかなみたいな感じでつけんかったんやけど、可愛いっしょ、なんかかっこかわいい。そうなんかなんて言っちゃう、この系統はなんて言っちゃうのね、可愛いよね。若干韓国の女の子とかも若干着てそうな感じの、そうなの、キャワショキャワショキャワショ、お腹いっぱい本当あのイヤリング合う、ここにある気がするけど、なんかガーリー系のが合いそう、こういう系統、このハート系統のが合いそうと思ったんだけど、こんなイヤリングは持ってなくて、そう、うんうんうん、なんかファンの方からイヤリングが届くのもあるんですけど、ピアスが届くのもあって、でも私ピアス開いてないんですよ。で今後も開ける予定がないので、それは多分お姉ちゃんか誰かに回るかもしれません、ご了承ください。ちょっとピアス開いてないので、ピアス送ってくれた方ありがたいのですが、ランララランランララランランララララランランラン、髪もいい感じでしょ。そうお姉ちゃんは余裕で空いてる余裕でいろんなところに空いてるから、うわー痛そうって思ってるけど、私イヤリングで満足してるから開けない。イヤリングも強いて言うならもうちょっとなんかもう痛いからめんどくさいめんどくさい、つけるの痛いなって思うから、イヤリングもあんまりつけないんですけど、忘れてないちょっと気合入ってるみたいな日につけるけど、イヤリングそうだね、うん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 、ピアスはね自分がね開けたくないからね、怖くて開けてないですね。高校の時もダメだったし、だから開けてない、そのまま高校で入ったからですっていうふうに。しかも STU の衣装もイヤリングだしね、かちょうどいいんですよ。そうお姉さん友達になれそう、ほんとちゃちゃんちゃ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 んちゃ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 んちゃ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 ん、何トラガトラトラガスって何初めて聞いた、なんだなんだなんだ。お姉さんモテそう、まあ私は妹から見ても可愛いとは思いますね姉バカそうピアス開いてる人もいますけどね、うん、だからその人の高校の時のルールとかそういうので関係してるかも。入った時に開いてたらもう開いてるし、うんうん、へえ軟骨をトラガス、トラガスで合ってるの、イントネーション、トラガス、トラガスっていうんだ、へえ、何なんだろう、英語なんかな。パッ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 、ピア
スって高校デビュー多い。どういうことどういうこと、高校でピアスするの早くない？まあでもなんか小学生から空いてる人もいたりするか。すごいなあすごいなあ。私は無理よ。私はおしゃれのために体を痛めつけることができないヒールを我慢するぐらいしかできない。私は怖くて。ちっちゃん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 。ふう、お腹いっぱいだべ。ふう、なんかどっち側かを下にしたらいいんだよね。そしたらなんかお腹いっぱいの時消化にいいみたいな。消化にいい寝方って調べよう。だって食べたのはもう3時間くらい前な気がするんだけど、まだ胃におるんやけど苦しいんだが。左向きだ。お、左向き、左側を下ってことだね。へえ、胸焼けを、あ、キャベジンのも、キャベジン一応飲んどこういつも大食いの後キャベジンにお世話になってる気がする。でもキャベジンなんか野菜ジュースみたいな匂いする、飲むときめっちゃ嫌だくぅ苦しい。あ、そういえば今ツイッター開いて思い出したけど、日向坂さんの4期生さんがもう入ったんですね。でなんか映像を見たけど見えんっていう全然わからんかったっていう。けどね、そうそう12人おる。おお、明日から1人ずつ見れる。楽しみー。みん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 。ロケ終わってちょうどなんかこのニュースを見て、そっかもうオーディション終わったんだと思って。そう、こういうなんか他のグループさんでも新しいメンバーさんが入ってくるの見るのめっちゃ好き。推しメンを探していこうちなみに私の今の日向坂さんの推しメンさんは、私が今リュックにつけています。このリュックのここなんか汚れとるけんちょっと隠そう。こっちのリュックにつけています。じゃん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 じゃーん。皆さんミクを押すしかないの金村ミクさんがあります。 ぼやぼやで見えんか。じゃん、河内ですね。良いですね。押すしかないです、ね、楽しみだね。私たちがオーディションの時も皆さん楽しみでしたが、なんか顔が公開されるのって途中からでしたっけ。もう二次審査からかでしたっけね。どんな気持ちだったんですか皆さん。どんな感じだった。なんか私はめっちゃドキドキ怖かったんですけど、しかもなんか誰にも言わずに家族、ママにも二次審査の前に言ったぐらいだから、ママと親友の一人ぐらいにしか言ってなくて、その時で二次審査で SNS 投票だから学校の人にバレたんですけどでバレたら応援してくれたから嬉しかったんですけど、でもさ応援してくれて落ちたらなと思ってたからめっちゃもう自分からは言わないようにしてたんですけど、やっぱ SNS の力ってすごくて、めっちゃどん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 バレていってだったんですけど、あ、写真出て22番の子期待してた。マジ？本当ですか？ありがとう。本当誰にも言わずピョンって、本当一次審査は書類自分でスマホで打って送るだけだったからさ、マジ誰も見てない一人の部屋で、あの自分で自撮りとかしてから送ったもん写真。てか全然可愛くない多分あの写真、送った写真マジ恥ずかしいもん。全身写真とかもなんか部屋、自分の部屋の中で一人でスマホを立てかけて撮ったりとかして、
そう、自撮りも自分のこうやって撮ったりしたから、みんなどうだったどうだった、どんな感じだったんだろう、ドキドキしてくれてた。2期生でワイと同じ誕生日の人がいて、その子応援すごい、2期生ノーマーク、あーそう、コンタクト屋さんで結果知った、私一次審査通ったの。しかもなんか申し込んだことすっかりちょっと忘れとって、しかも一次審査を申し込んだこと、あそうだった、え受かってるみたいな、一人ではしゃいで、そうびっくりしました本当。でもコンタクト屋も一人でおるけんさ、しかも学校帰りにコンタクト屋さんにとって、から一人でみたいなコンタクトを視力検査して、でコンタクトを待っとるみたいな時だったんけど、お会計待ちみたいな時だったんけど、その時にしとって、そうそう、最初 SNS 投票の時はなんか Twitter 投票はなんか友達がめっちゃ SNS しとる子が多かったりとかして、なんか言ってなかったけど結構ありがたいことになんか広めてくれてて、友達同士で、だからそれで結構ね投票してもらったんだけど、ファン投票の方とかもあったからどうなるかなって思ってたんですけど、無事に何だったっけ、途中が7位とかだったかな、中間7位、ラスト22位、22位って言ってた、間違い、22番だ、22番が混ざってきちゃった、20位か、そうみたいな感じだったんですけどね、いい友達、本当になんかやってんのみたいな感じの人は本当にいなくって、なんかオーディションやってんのみたいな、あんまなんか冷やかしみたいなのはいなくって、本当に誰一人いなくって、やってるらしいね、応援してるよみたいな人が全員で、めっちゃ本当温かすぎって思って、マジで本当にマジ優しい人たちばっかだなって思ってました。この前来てたお友達、あの友達は高校が近かったけん、あんま、その子も結構部活とか忙しかったけんあれやったけど、多分応援してくれとったと思うんやけどな。あの子は結構韓国アイドルとかが好きだったから、一応アイドル好きだったし、高校の友達もみんななんか坂道さんとか好きな人とか、あとチームエイトさんが好きな人とか結構おったんよね。なんかアイドル好きな人が多い高校だったんですよね。だからか結構応援してくれてた、みんなめっちゃ。だからね、福岡であの欅坂さんのライブとかあった時、めっちゃ私と同じ、私制服で行ってたんですけど、実はその時自分と同じ制服の人めっちゃ見かけたもんそうだね、同じ学校でシティを応募してたの多分私しかいなかったと思うんだけど、でも HKT さんに応募してる子はかな、まあんま言うとあれかもしれないので言えないですけど、ってぐらい可愛い子は結構おったしですね。そうでもなりたいっていう子より応援してる子が多かった、そうそうわおわおわお、懐かしいだわね欅のライブ行ってたらいつの間にかそっちでも、いやなんかねライブ、そうですね、ありがたいことに、でもその2日後ぐらいにもう一次審査受かったみたいなのが良かったから、すぐなんかツイッターをその時マジ2日間ぐらいだけ作ったんですけど、欅坂さんのライブ行って楽しかったか、そう思い出に残したいみたいな感じでツイッターを作ったんですよ、その時普通に一般人の時に、けど2日ぐらいで消したチキンすぎるっていうの思い出がありますね。2日ぐらいだけ作って、でオーディションを、え一次審査受かったっていうだけ、一次審査受かっただけで SNS 消した、全部やばいめっちゃ保険というか受かるかわからんのに、もう受かる気持ちだった私、自信あるんかっていう感じなんですけどその記憶がある、めっちゃやばいやばいって焦ってなんか勝手に一人で焦って消した2日で凍結ってか、自分で消したんですけど
そう。偉い、偉いんか。ありがとう。これで落ちてたらめっちゃかっこ悪いですけどね。なんで SNS 消したんってなるけどね。めっちゃ面白いけどね。それもそれでね。いじられそう、友達にそれは。SNS 消してまで準備しとったのに落ちたろみたいな。もろくない？まあ早めの対策、そうですよね。何事もね、受験勉強とかもそうだけど。私、口どこやった？また。あったあったあった。なんで室温なんだって昨日も聞いてきた？君。教えてあげるよ。26.4 度。あ、ちょうどいいちょうどいい。今冷房もつけてないし、扇風機もつけてない。天才。こんな季節がやってくれるなんて嬉しい。やってきてくれるなんて嬉しいよ。私は涼しくなってくれて。しゃあ。危機管理能力、すぐ思い立ったらすぐ行動する人なんで私。お洋服かわいいでしょ、かわいいでしょ。結構なんか襟ついてるけど胸元は結構開いてるし、うまっ。もう少し毛穴を足してくれてたらそっちでも出会って、でもその可能性ありますもんね。そう、私がオタク時代にもしかしたら誰か出会ってたかもしれませんよ。皆さん、アイドルファン、私が普通にやってたとしても、その可能性あります。私結構そのハマったら、とことんハマったらどんどんグッズとか買ったりとかライブとか応募したりとかする系なんで、なんかそれまであんまりハマったものがなくって、強いて言えばミセスグリーンアップルさんにお姉ちゃんの影響でハマってたけどって感じだったんで。だって欅坂さんハマって1週間で欅坂さんのケアかけ、ケアキってかけないっていうバラエティ番組を1週間で何百話みたいな、100何話とかやったっけ、何やったっけな、1週間でバリ見たし。なんか短期間でギュッとやるタイプなんですよね私。ライブもなんか友達が当ててくれていけたんだったかな、こんな感じだった。めっちゃなんかね、もう学校帰りの途中の時とか地下鉄とかでもそれを見よったりとか寝る前とか見よったし、それよ。あー、お茶がうまいな。そう、土屋さん、澤部さん、 MC、 そう、なんかお父さんとお兄さんみたいな感じで安心して見てたよね。ガナ推し時代、あー、もうね、記憶は結構もうその短期間で見とるけど、短期間で覚えたものって短期間ですっ飛ぶからあんまりあれなんですけど、でもその1話からその見始めとるけど、もう1話から見始めとったらもう結構卒業してらっしゃる方とかもいらっしゃったから、わ、好きかもって思ったら、なんかもう卒業みたいななっとって、あれみたいな感じだったから、寂しかったんですけど、そう、初期のやつから見てたらね、初期、全員オルケンさんメンバーさんが。ちょっと悲しくなりますけど、時を戻れって思ってたけど、もうちょっと早くアイドルさんにハマってればなと思ってたけど、じゃあもしかしたら、また違う形で出会ってたかもしれませんし、皆さん。本当にアイドルもハマって、アイドルハマって数ヶ月で応募したんで、 STU も本当に短期間、めちゃくちゃスズモンが料理めっちゃうまく、そうだったんけ、え、そうだったんけ。でもなんか料理なんかさ、レシピ知らずに料理作るみたいな企画あったような気がする。乃木坂さんかな、欅坂さんかな。まあね、そうだよね、運命すぎるタイミング、そう考えたらそうですよ。だから STU2 期生として出会えてるもんね。ヤッホーみんな、チャチャラーラララララ
あ、乃木坂さんの名物企画。やりたいけどね、あれ楽しそうだけどね。なんで、なんか歴史残した人いましたよね。誰だったか、マナッタンさんかな。誰だったっけな、なんか、直接、IH に直接なんかとか、なんだったっけ、なんか事件を見た気がしたんだけど、誰だったっけな。生田さんだ。そう、IH で卵やった人。面白い。それ面白い、やばいやつが見れるのがすごい楽しいなと思って。歴史に残るよね。面白いと思ったもん。そういうのやりたいなと思った。料理系とか、あんま、ね、ないよね。妹さんでたまーに会ってるけど、でも先輩方しかないけど。ね。いや、そう、初期のやつ見てた時に私顔、小田奈々さんの顔好きだったんだよね。目がクリクリの人好きで、小田奈々さんかわいいって思ってたよ。そう、でも欅坂さんを知ったのは菅井優香さんきっかけだから、菅井優香さんも好きだったんだけど、でもだから最初に全員見ると、うわ、この方もかわいい、この方もかわいいみたいな、みんなかわいいでだって DD、 もう最初から DD だったんですけど、ほうほう、よいしょ。もう6時になるじゃん、あと15分ぐらいで。早っ、時間過ぎるん早っ。ひょわー、あ、今日チャートリさんが、あ、もうチャートリさんが6時からちょうどあれか、公演か。おうおお、おと、なんかたまたまちょうどいい時間にやってましたね。私もうチャートリさんを見る人には支障ないですね。皆さん大丈夫そうですね。タララッタッタッタラン、うんうんうん、あーね、真中さんからリサさん、でリサさんから鈴本さん。鈴本さんもね、金髪の時代の鈴本さんめっちゃかっこよくて好き。チャートリーに合わせて配信してる。でもすっかりと忘れていたわ。ちょうどよかったわ。よかったよかった。いや、もうなんか今お腹いっぱいすぎてマジねむねむにゃんこなんだけど、でも昨日もお昼寝しちゃったから、今日はお昼寝しない、頑張るぞという気持ちを込めて、この時間にみんなと配信で話そうって思って、そしたら目覚めるかなって思ってね。そう、よかった、目覚めてきた。チュ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 、にゃ。あと、みんなスペシャルサポーター昨日の見てくれた？めっちゃ結構な ASMR だったんだけど、私あとはいつか、まあ、この動画投稿でやるか分からんけど、それかショールームでやろうか迷っとるけど、あのグミッツェルの飯テロも撮りたいな、 ASMR も撮りたいなと思ってます。タッタラッタランタッタン、みんな見た？コメント待ってるよ。まだ11件しかないよ、待ってるよ。100件ぐらい待ってるよコメント。ねむねむにゃんこ復旧してる。そうだよ、復旧してる。もうみんなに広まってるからね。 ASMR 上手だった。シャッ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 、あれ目の前にママいるのにあんなことしてます。私もう目の前に、初期の頃はママがおる部屋でショールームとか恥ずかしくてできんかったのに、こんな ASMR なんてできるようになっちゃった、ママの前で。なんなら一人で外で自撮りもできるようになったもん。なんていう成長の仕方だ。なんていう成長の仕方だ。いいのか、え、アイドルとしてはいいのか。お、初見さんお疲れ様。おつーい、スティーフォーテート2期生みほりんこと田中美穂です。やっほー、ほほほー、ちゃん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 、じゃらじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。みほもちも、いやでもブログもなんか書こうかなとも思いつつ、いやでも今月の話が終わってから書こうかなとも思いつつ、みょんみょんって思いながら。でも私人のブログも見るの好きなんだよね。あ、リンコがブログ開けてる。だから毎日ソラハさんも結構ね見てます。でも開くの忘れちゃう日もあるから、
あれなんですけど、ちょっとあ、リンコのブログに私もいるわ、ニヤニヤ。パンパパン、たくやさんハートありがとう、ありありあり。7月からメンバーからいいねできるってなって、どういうことどういうこと、そんなの聞いてないけどやってみる、できたんだけど、スペシャルサポーターのコメントか、え、じゃあいいねしとこう全部できる数あるから、みんないいねするからコメントよろ、ピク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 ミン、チャチャランチャンチャン、うん、リンコミホリン一緒に20歳、そういいですよ、よいしょ、いいね、しかもリンコと私なんか色がいい感じの色合いになってるし、何研究生のホームページって何、全然知らんのやけど全然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 何の話、本当だ、特設ページ初めて見た、こんなのあったの、すごい、こんなのあったの、すごい、あ、でもまだ全然ないのか、オフショットとかは、すごい、あずみんちっちゃいかわいい、へえ、あ、これ動画、動画だ、皆さんこんにちはって言うておる、無音でしか見れんが今、かわいい、なんで研究生ちゃんってさ、めっちゃさ、すごいお姫様みたいな洋服持ってるよね、みんなどこで買っとんやろ、すごい、ノアピとかだ、特にノアピとか本当にマジ、あのいつもね見るたんび私服、あのレッスン以外の私服マジお姫様なの、ノアピ、おとぎの国から来たみたいに可愛いんよ、そう、おもろい、すごい、一問一答とかも出てるわ、みんな見てみてくださいね、知らんかった、すごい、スペサパコメントに対するコメント返しもあり、そうなの、じゃあみんなからのコメントが今日もうちょっとたまったらどうしようかな、今11だから20こんかな、20来たら返そうかな、あと9人してくれないかんくなるけど、そうしようかな、こんかな、待っとくわ、チャッチャッチャラッチャッチャラッチャ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 ラッチャッチャラッチャラッタラララッタッタン、そんなことだっていい、だってだって、これはさマジさ形として出るじゃないですか、やっぱ目に見える形でね、いいね数とコメント数が見えるわけですよ、これ結構心にきますよねこれ結構心にくるんですよ、じゃあいいね数が、いいね数がもっと35超えたらとかにしましょうかチャラララララ、コメ開始ありなら登録しますって人もいそう、お、お、よろしく、待ってるよ、みんな待ってるよ、いいねはしたよ、コメントの多分できたはず、ほんとだ、返信もできる、ボタンがある、返信ボタン、すごっ、すごすごすご、ふんすげえ、アーナの投稿もめっちゃ可愛かった、サコヒメカが載ってたんですけど、で他の人の投稿にも私いいねできるくない、その人のその人のファンの人のコメントにもすごっ、他のもいいねしとこ、 ASMR のやつ、いいねいいね、すごーい、誰からいいねくれたかわからん、なるほどね、私です、私の投稿でいいねしてるの今、ウケる、そうじゃん、確かにじゃんウケる、
うわ、なんか後ろちょっと待って、なんか騒音ちょっと待って。よし、ただいまです。無音でした。チャンチャンチャ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 どんどん使い方上手くなってる。任せたまえ、私に任せんしゃい。そう、みんないいね数とかリプとかも全部見てるんで、ぜひいっぱい送ってくださると嬉しいです。ちなみに今朝のおはようツイートのリプはちょうどめっちゃ切りよく100です。素晴らしい。最近なんかリプ数が、なんかリプ編をやった後からめっちゃ増えたんですよね、リプ数が。前よりなんかリプ編を経て多分送りやすくなったのかな、みんな、なのかわかんないんですけど、めっちゃリプが増えたんですよ。なんかおはようツイートはもう結構100近くと言いますか、そのぐらいくださるようになって嬉しいです。100人ぐらい友達いるみたいな気持ちになってる。リプした方が私は認知するって感じ。送ってくれると嬉しい。おはようツイートリプしやすいだよね。そうそうそう、やけんな、いいよな。そう、待ってます。私もカメラ目線リプは習慣、嬉しいよ。そうしてくれたまえ、よろしくお願いします。よいしょ。じゃあ58分ぐらいになったらランキング見ますね。あ、すぐ6時なので。プッププッパララトゥルトゥ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 プッププップッ。わあ、お腹いっぱいだわ、ずっと。ね、1時間あっという間。まあ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 、ちゃん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 、好きです、ありがとう。ちょうど6時からお出かけ、あ、よかった。もう皆さんは夕飯時になりますしね。リプとメール返信心がけてたら田中の機嫌が良くなった感じが。そうだよ、良くなるよ。で、私メール、ミポメール送って届いて30分以内に見るもん。ミポメールとかで検索して届いとったらめっちゃ嬉しいもん。めっちゃいっぱいメール返信あるとめっちゃ嬉しい。その逆は悲しいですけど、めっちゃ届いとると嬉しいから。私あのLINE 既読無視する人とかもスカンケンスカンケン返事がある人がめっちゃ好きなんですよ。だから返事をしてくれると好きになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん把握よろしくお願いします。そうね、サークル機能とかもあるから、それわかる。そう、途中で気づいた、サークルって何と思ってたらなんかね、そういうのがあるみたいなんで、だから私だけに見えるようにしてメール返信とかもできるけどね。そしたら2人の世界だから。だよ、なんかすいません、あ、返事してないな、待ってるじゃん。だって休みの日だから、なんかさっき開いたばっかりなのにもう一回ツイッター開いちゃう時あるもん。何も変わってないのに景色。サークル機能いいよね。
楽だよね。スタバ飲んだりマクド食べたりしたらアップしてもいいよ別に。全然返事くれる方が好きだよ。リプとメール返信どっちがチェック品？でもリプは一回見たらもう見たって感じだけど、メール返信、どっちも見てるけどね。どっちも見てます。どっちもよろしくです。よろよろです。ということで、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。ではでは、22位のみほりん賞からいきます。22位はさわぽん。そして13位あすみずきさん。12位しまかぜさん。11位たくや .h さん。10位すのはらくん。9位ユナイテッドさん。8位たくと楽しい配信ありがとうさん。7位ジュリボウ。6位ジョーさん。5位森翔。4位リーツさん。3位チョコミントリス。2位渡辺さん。そして第1位竹まつるさんでした。ありがとうございました。はあ、ということで今日の配信は以上で終わりにしたいと思います。また明日以降も元気にお会いしましょう。そういえば平日は明後日、明日まで、明日までじゃない？みんな平日、祝日休みの方はおめでとうだよ。平日ちょっとなんで頑張っていきましょう。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけん、チョキー、ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。またねー、おやすみほー、バイバーイ。